はいじゃあ今回はこちらの方ですね。ルーミーですかね。まあ、こちらの方が、まあ、運転席側のとこ、右の角っちょ、かなりぶつかった跡があります。これはですね、押しボタン式の横断歩道を、横断をしていた自転車というのをこの車が跳ねたという状況なんですよね。 その事故というのがこちら。国道で自転車の30代ぐらいの男性が車に跳ねられて渋滞。幼稚園の先生の24歳の女が逮捕されています。横断歩道には押しボタン式の信号があった。愛知県東海市で26日の午後に自転車に乗っていた30代ぐらいの男性が乗用車に跳ねられて意識不明の渋滞ですと。午後4時半過ぎに、東海市の高谷川須賀町の国道155号で横断歩道を渡っていたと見られる自転車が左から来た乗用車に跳ねられた。 自転車に乗っていた30代ぐらいの男性が全身を強く打って病院に搬送されましたが意識不明の重体。乗用車を運転していた千田市の幼稚園の教師で24歳の女を過失運転致傷の現行犯で逮捕。女は容疑を認めていると。現場は片側2車線の国道で横断歩道には押しボタン式の信号があり、警察は事故の当時の状況を詳しく調べていますということなんですよね。 まあ車の方はこんな感じですよね。だからまあこれ自転車から見ると左側から来た車という状況なので反対車線はすでに横断し終わっている状況ですよね。で自転車はこちらの方。だから今この状態で見ると車はこ,この右側の方からぶつかってきたという状況なんですよね。で横断歩道自体は押しボタン式の横断歩道で 男性はここまで跳ね飛ばされてる。これがですね、およそ30メートル弱ほど飛ばされているような状況となります。24歳という状況なのでね、まあ、ハンドルカバーとかもちょっと可愛らしいのをつけておりますけれども、やはりですね、安全運転という部分をちゃんとやっておかないと、まさかということはいつでも起こるということなんですよね。で、事故の現場なんですけれども、こちらですね、ここ。 押しボタン信号と書かれておりますよね。片側2車線の道路で、こちらから車を走ってきております。上のところには電車が走っている高架をくぐった先の横断歩道。 ここの部分を自転車が向こう側からですね、自転車から見て左側から来た乗用車に跳ね飛ばされて、今ちょうどここのところに N 番がありますけれども、N 番の先ですね、この80002個目のところぐらいまで、まあ、男性は飛ばされているという状況になりますので、 まあまあ飛ばされちゃってますよね。だからまあ速度は結構出ていたという状況は見えます。片側2車線、中央分離帯がある。で、押しボタンの信号が何色だったのかはわかりませんけれども、 状況を考えると、ここの部分で中央分離帯で渡るところっていうのは、ここしかないような状況になってますよね。そしたら、まあ、ここの国道という状況でまあ、押さずにこの日中、夕方に渡るかというと、まあなかなかちょっと考えづらいと。やはりここのところで押しボタンを押して、まあそのまま横断をしていたところ、こっちから来たじ車にはねられたということですよね。で、ここ赤く塗られてると思うんですけれども、この赤く塗られてるというのは、ここに 字が書いてあるんですが。 こういうことなんですよね。自己注意って書いてありますよね。だからね、この押しボタン信号がね、非常に見にくいんですよね。ここにですね、標識がありますよね。この先信号ありの標識。まあ、標識をね、見てないっていうから、まあ、信号も見てないってことなんですけれどもね。この標識を見ていれば、信号はあるよねって言って注意をするんですが、まあ、そもそもしこの標識というもの、え、そんなものあったんですかぐらいな形だと思います。 歩行者ありというふうに書いてありますよね。だからまあ信号があって歩行者あり、だから歩行者信号があるよというようなことなんですよね。それで事故注意と書いてあります。この事故注意というのはおそらく前の信号が赤になって止まった車に対してまあ追突をするとかね、まあそういうケースがあると。ここの場所、横断歩道の設置場所というのがまあ正直見た感じではかなり悪いと思うんですよね。これ事故が起きたのが まあ先ほど見ていただいた通り、午後4時半過ぎという状況は夕方なんですよね。しかも26日、まあかなり暑いという状況で、まあ日差しもこんな感じなわけなんですよね。日差しの方というのが、これはですね、朝日だと思われます。これ後方がですね、東なんですよね。今進行方向が西を向いている状況なので、事故当時というのは、 向こうから日が出てる状態なんですよね。ちょうどこの辺りに夕日があるという状況なので、おそらくこの信号はかなり見づらかったんじゃないかなと。今現状、朝日の状態でもこんな感じなんですよね。だからかなり見にくいっていう場所に、なおかつ、ここに電車の交換がある。 という状況なのでまあ、ダブルで見にくいというところで、まあ反対側の方はおそらく車は止まっていたんではないかなとは思いますけれどもまあ、そこのところを中央分離帯の間からピュッと出てきたところドンと跳ねただからもう気づいた時には跳ねていたというのがまあ、おそらくこの事故の原因ではないかなと思いますで、ここの場所ですよねここの場所じゃあ押しボタン信号歩行者用信号だろというふうに思うと思うんですよねまあ、実際にここ押しボタン式というふうに 書書いいててあありりまますすよねでここに字が書いてあります横断者は下のボタンを押してくださいというふうに書かれていてじゃあ自転車はここの部分を乗って渡っていいのかいけないのかというと、まあ、自転車が乗って横断をしてはいけないというルールはないということなんですねだから乗って横断をしていいというルールはありませんが乗って横断をしてはいけないというルールはないので、まあ、乗って横断すること自体に問題は基本的にはないと。 横断歩道は歩行者のためのもので、横断者が他にいない安全な状態の場合は自転車は乗ったまま横断することは可能となります。 ここの歩道というのは自転車は乗ったままで通ることができる歩道となっておりますので、だから向こうが、まあどっちかわかりませんが、来てボタンを押して、ここを乗って横断すること自体は特に問題はないという状況になるんですよね。だから今回の場合というのは、まあ跳ねた方というのが明らかに悪い。そして、ここの部分を自転車が横断歩道を乗ったまま渡っていいのか否かということ以上に、 ここは押しボタンの信号があると。だからこの信号がちゃんと自転車が押して赤になっている状態で横断をしていて車に跳ねられたという状況に関しては、車側が要するに信号無視という状況なので、これは自転車が乗って横断することが、まあ、非難されるような内容というのは一切ないということなんですよね。 だからもう完全に信号が赤であれば、車側がもう一方的に悪いというような状況となります。まあ、こういう場所っていうのはね、結構あるので、まあ皆さんもね、気をつけていただく必要性があるかなとは思うんですけれども、 まあ今回はですね、まあ、自転車という部分のいろいろと事故というデータをですね、ちょっとここから見ていきたいかなと思います。こちらの方ですね、自転車関連交通事故の状況というものが載っていて、自転車が関連している事故の件数が平成15年から令和4年までの数字があります。 事故の件数というのは全体的に右肩下がりですが、まあ、最近は横ばい若干微増という状況で、全体の交通事故に対する構成比というのも若干上がっておりますよね。令和4年は23.3%、平成15年は19.2%なので、事故が全体も下がっているけど、自転車の方の下がり方の方が少し緩いということは言えます。 で、自転車に乗っている時に死者、そして重症者というような事故になっている推移なんですが、まあこれも事故が減っている関係で、まあ、全体的に右肩下がりという状況で、自転車の事故というのは令和4年に死者、重症者の数というだけでも6659人いるってことなんですよね。 だからもう1日に20人近くというのが死者、重症者になっているのが自転車の事故。だからまあニュースになってないだけなんですよね、単純に。で、こちらの方は自転車対歩行者。だから車じゃないんですよね。歩行者とぶつかったというような事故の件数なんですが、まあ見ていただければわかる通り、一旦下がってきてたんですが、ここに来て、増加傾向で、令和4年は2900件ということで、 まあ最高にあるこの20年、平成20年の2959件にまあ迫っている状況なので、まあこの状況はおそらく令和5年6年という状況は、まあここ上抜けて3000件とかに行っちゃうんじゃないかなと思いますよね。で、歩行者と事故になった場合に、歩行者、歩行中の死者、重症者ですよね。その場合の事故の推移というのはだいたい横並びぐらいなんですよね。だから事故の件数自体は、 減ってるんですよね。全体の事故の件数は減っているんだけれども、この重症者ですよね。歩行者との重症者という部分の数というのは基本的にほとんど変わらず、若干多くなってると。平成15年、16年、17年は200という数字だったんですが、これが令和に入ってからすべて300を超えていると。ただ312名の方というのが歩行中に自転車とぶつかって、 まあ死亡もしくは重症の事故にあっているというところがまあここの数字に出ているってことですよね。で、こちらの方が年齢層別の自転車関連事故件数。どのぐらいの年齢層というのが全体に自転車事故が多いのかというと、パッと見で見えるのはオレンジ色。 オレンジ色が一番多くて26%。これが10歳から19歳という、まあ10代ですよね。だから、まあ小学校高学年ぐらいから中学生、高校生、そしてまあ高校卒業したぐらいですよね。そのぐらいの方々というのは、まあ車の免許を持っていないっていう状況が大きいので、まあだから自転車を使う。だから自転車の事故は当然多くなると。 まあ20代、30代、40代、50代っていうのは、まあ大体10%から15%。で、30代からもうほぼ11%で横ばいなんですよね。だから年齢が上がれば上がるほど、まあ自転車の使用頻度っていうのは、まあちょっと下がりながら、高齢者になるとちょっと増える。 というような状況がここには書かれていて、通行目的という部分での事故、まあ自転車ですよね。これ、使用ですよね。普通に自分の使用で使う場合というのが65%、通勤が18.6%、通学というのが14%ということで、まあ通勤、通学よりも、まあ普通にまあ買い物行くとかね、まあそういう時に事故に遭っているケースの方が多いと。 で、事故はどういうところで起きているかというと、交差点での事故が63.7%ということで、まあ全体の3分の2っていうところですよね。そして単路、まあ直線とかそういうところが28.4%という状況で、まあ2つで、まあほとんどの場合を占めてしまっております。 で、自転車対歩行者の事故というのの、衝突地点別歩行者の、まあ、死者、重症者というのは、どこで自転車が歩行者とぶつかったか、その重症度っていうとこですよね。これ、一番多いのが歩道なんですよね。歩道自転車が走っていて、歩行者とぶつかって、歩行者が死亡、もしくは重症となるケースというのが、まあ、最も多いと。 あとは交差点内っていう状況ですよね。だからまあこういう場合大きい交差点じゃなくて普通に住宅街とかの交差点、そういうところを自転車がピューと出てきて横断をしているまあ歩行者とまあドーンとぶつかったと。まあそういうようなケースも結構あるんではないか。まあこの二つでまあほとんど締めていくような状況になっております。 で、こちらの方は相手当事者別の自転車関連事故件数というのは自転車対何か。自転車と自動車、自転車と歩行者、自転車と原付等というのが出ていて、全体を見ると約8割は自転車対自動車という事故になり、その次というのはまあこちらの方にずっと書かれている。 ま、相手がなしっていうのは、ま、単独事故っていうことですよね。単独事故が6.4%、そして自転車同士がまあ、4.2%、歩行者が4.2%、原付2.4%。まあ、というような形で、ま、ほとんどが、ま、自動車との事故ですよと。で、こちらの方が、人対車両というのがどういうふうにぶつかっているかというところは、その他を除くと、もうおおよそこの3つ。まあ、対面通行中ですよね。 だから、正面衝突のような状況になっているのが23.6%。歩いている人の後方からぶつかるのが20%。そして横断中のところにぶつかっていくのが25%。まあ、ここら辺が非常に多いということになり、 まあ車両同士でぶつかるという状況になると、出会い合車の事故がまあ全体の52.9%、あとは右差折というのがまあ大体同じぐらいの13.4、16%というのが占めているってことですよね。で、車両単独事故、まあ、自転車単独での事故というの,のをまあほとんど占めているのがまあ転倒事故っていうことですよね。 前回で、ね、動画であげて自転車が転倒する、そして後ろからの車がまあ、それを引いてしまうというような事故が起こっております。まあ、こういうケースというのは結構起きたりしておりますので、まあ、そういう状況っていうのは車両単独事故っていうのでは、まあおおよそ8割以上というのは自転車が何かしらの原因で勝手にこけてしまってる。だから、 車というのは、まあ、自転車はこけるもんだなというふうに思って走っておかないと、まあ、万が一ということが起きてしまうということですよね。で、こちらの方というのは、まあ、違反行為がどういうふうにあるのかというのが書いてあります。自転車の死亡重症事故の件数というもので、 自転車側に法令違反がどのぐらいあるのかということなんですが、約4分の3は自転車側に違反行為があるということなんですよね。ただ、ここの部分ですよね。パックマンみたいな形になっておりますが、ここの部分というのが全て自転車の違反行為。 で、ここのグレーの部分というのが違反がなし。違反なしが26.8%。全体に多いのが安全運転義務違反。まあこれ車と同じですよね。で、交差点安全進行義務違反。まあ交差点の走り方がまあ違っているという状況。そして一時不停止ですよね。まあ基本的にここで収まります。まあ車も同じような状況なんですけれども、基本的に車と同じ。まあ車両なので同じような違反行為が非常に多いということになり。 で、こちらの方がですね、自転車乗車中の第一当事者の法令違反別の死亡重症事故件数と書いてあります。第一当事者ということは、まあ、加害者側になるんですよね。で、こっち右側の方は被害者側、第二当事者という状況になっておりますので、だからまあ、加害者側という立場になっているときの、まあ、違反行為がどれが多いのかと。 まあ全体に見ると、ほぼ安全運転義務違反ですよね。まあ、前方不注視等という部分。あとはですね、一時不停止止,止まらないということですよね。まあ、この部分2つ合わせるだけで70%ぐらいの数字にはなっていると。だから自転車が加害者になるパターンというのは止まれで止まらない。あと安全運転の義務を果たしていないというのが大きい。で、第2当事者、まあ、被害者に近い状況。まあ、こういう状況になっている場合の自転車の法令違反という状況ですよね。 ここの部分というのを見ると、安全運転義務違反が当然多いんですが、交差点安全振興義務違反というのがかなり多くなっております。 こっちの方ですね。第一当事者の時というのは全体の6.3%ですが、第二当事者、まあ、被害者側になっている時というのは16%まで増えているという状況になるので、ここの部分でちゃんと自転車の方がルールを守っていれば、まあ、そもそも事故にならなかった可能性もまあ十分あるよということになってきます。まあ、違反がないというのがまあ全体に約4割で、ここに書いてある通り、まあ、被害者といっても約6割に法令違反があります。 ととといいううのが、まあ、自転車ということなんですよね、まあ、全体的な状況として、自転車運転者の法令違反が原因で、歩行者や自転車の運転者が死亡したり、重傷事案というのが発生していて、まあ、交通ルールが遵守されていれば、悲惨な事故の防止につながった可能性があるよと。 ま、事例として1234上がっているんですが、一番上の事例1というのは自転車歩行者の死亡事故、平成29年。まあ、電動アシスト自転車が自転車の通行が禁止されている歩行者専用道路上を 左耳にイヤホンをつけて音楽を再生し、飲料を持った右手でハンドルを握り、左手でスマートフォンを持って操作するなどしたことで、まあ、前方歩行中の被害者に気づかず衝突して死亡。これがですね、女子大生がやったやつですよね。結構ニュースになったものですよね。まあ、この部分というのが出ております。そして事例2が自転車と大型自動二輪車の重傷事故。自転車が体に呼吸中アルコール濃度が0 7ラム相当のアルコールを保有する状態で信号無視をして交差点に侵入して、 信号に従い交差道路を進行していた大型自動二輪と衝突。大型自動二輪の運転者が怪我をした。まあ、過料6ヶ月を要する重傷なので、まあ、まあ、倒れてしまったってことですよね。避けようとして。だからまあ、飲酒運転の信号無視というのが自転車側がしたというのがこの事例。で、事例3というのが自転車と電車の死亡事故というもの。これがですね、自転車がこれも飲酒運転の状況で乗っていた。 そのまま踏切内に侵入した後に踏切内で転倒したことによって、走ってきた急行電車というのがまあ止まることができずに衝突して自転車の運転者が死亡した。これも飲酒してなければこういうことにならなかった可能性は高いと。 で、事例4というのは自転車と大型貨物自動車の死亡事故。自転車が信号交差点を横断する際に信号無視をして横断したことから、左方交差道路から進行してきた大型貨物と衝突自転車の運転者が死亡と。まあ、そもそも信号無視をしているっていうことですよね。だからこれ信号無視。これも信号無視ですよね。 で、まあ、あとはアルコールの摂取があり、イヤホンをつけ、飲み物を右手に持ち、左手にはスマートフォンを持って、自転車、電動アシストを運転していた女子大生。というようなことで、まあ、結局、ルールは守られないということですね。免許がないっていう状況なので、まあ、やりたい放題という状況になっているのが、まあ、自転車ということですよね。で、ここの部分で指摘として出ているものというのが、未だに自転車は逆走で左側通行すら守れない。まあ、そもそもそのルール、 ルルを知らなないいんではないか自転車が非常に危ない交通ルールを乱していて実質上何の取り締まりもできない自転車をどうするか方向性を決めていかないといけないまあ、これが決まったことによってまあ、青切符という制度が入ってきたと自転車対策は3つの柱でやっていくとのことだがこれでどのように効果が出るのか分からず事故が増えている中で今までの変わらない対策なのではないかと。 自転車利用者の意識を変えるぐらい徹底的に取り締まりをやっていただきたいというのが、ま、県議会の方に出ていると。歩道をかなりの速度で走行している自転車が多く、子供を連れていると危険に感じることから定期的に取り締まりをしてほしいということなんですよね。自転車は歩道を走ることが可能だとしても、徐行というのが義務になっておりますので、まあ、そもそも後ろからチンチンと鳴らすことというのは完全に違反行為になります。 で、これ、国民のアンケート結果ということで、6割超の方々が悪質な運転者に対して指導取締りを要望しているということ。だから、自転車は取り締まられないからルール無用みたいなね、自転車再強説というのが非常に強いんですが、まあ、それが2年以内に青切符制度が入ることによって、まあ、今後かなり取締りというのはやっていくのではないかなと。まあ、データ的なところを先ほど見ていただいた通り、 まあこのような形でずっと自転車と歩行者のまあこういう重傷事故ですよね。こういう事故というのは減らないっていう状況があるわけですよね。で、ここも増えているという状況。 全体の事故っていうのは減っているにもかかわらず、そのパーセンテージ、自転車が占める割合はぜ、若干でも増えているということがあります。だから自転車というのは非常に便利な乗り物ではあるけれども、やはりきちんとルールを守って乗る必要性があると。ただ、今回の事故というのは、まあ、押しボタンをちゃんと押している状況であれば、自転車側に火は一切ありません。 まあ跳ねた方の24歳の幼稚園の先生というのが、ま、全く前を見ていないというのが、ま、そもそもの原因であると。まあ、こういうね、中央分離帯の網というのは、向こうから渡ってくるっていうのは、なかなか見えないんですよね、実際のところ。だから信号が、これ、例えば青の状態でボタンを押さずに渡られた場合は、本当に直前でじゃないと、おそらく気づかない。こうやって見ると、 ここら辺はですね、もう完全にグレーの色になっちゃうんですよね。で、近いとこになると赤が見える。だから近くに来ると初めて透けて見えるんですが、遠くの方というのは完全にグレーの壁のようになってしまうので、まあ、自転車がそもそもいるのか、だから車が来ているかどうかもうここだとわからないんですよね。だからこういう風な中央分離帯というのは非常に見にくいので、 やはりこういう設置というところも考えなきゃいけないってことですよね。だからこの事故というのも、これがグレーのこれでなければ、もしかしたら気づけた可能性というのは、まあ十分ありますよということ。まあこういうところにね、押しボタン式の信号機があったりしますので、まあ皆さんもね、前方きちんと見て、ちゃんと手前にね、こういう標識があったら、信号あるんだな。特に高架の下、あとはカーブの先、そういうところになったらね、見にくいところにはこの標識立っておりますので、標識をちゃんと見て、事前に 準備をしておけば、まあ引くっていうことはまあ、絶対に起こらないということになります。普段からね気をつけて走っていれば、こういう事故っていうのは防げますので、普段の心がけ次第でまあ、事故っていうのをまあ、減らしていただきたいかなと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。